フィンボックススタジオは、フィンランドヘルシンキにある録音スタジオ。1965年設立。1974年に有限会社が設立され、法人化した。2021年現在の CEO は、レコーディングエンジニア、ミキシングエンジニアでもある、リストヘンミ。1965年設立。設立当初、ヘルシンキ郊外に位置する。 このスタジオの録音設備は4トラックだけの小規模のものであった。その後、1967年には B スタジオ、C スタジオが完成。1974年に有限会社が設立され、法人化する。1967年からしばらく3スタジオで運営されていたが、1988年に D スタジオが、1993年には E スタジオが、 1997年に F スタジオ、1999年に G スタジオが完成。現在は I スタジオまで完成しており、スタジオ、研究室を備え、これに加えて映像のミキシングを行うシネポストも備えられている。本スタジオのみで、レコーディング、ミキシング、マスタリング、エディティングを行うことができるようになり、国を代表する規模に発展した。 レコード生産の設備については、当初よりカッティングとスタンパ製造を行いプレッシングも翌年より開始している。より、ありがとうございます。